バニーガーデン。は？はい、ということで、なんか成金モードって言って5000万円を握りしめてバニーガーデンに通える遊びができるようになったんで、会社をクビになったとかどうでもいいぞ、ハイト。さて、成金生活1日目やっていきましょうか。新しい仕事についてつく必要ある？じゃあ今日とりあえず払えるだけ全部払っとこうか。初来店初来店でいきなりこれをずっと開け続ける化け物が誕生してしまった。まあ代わりにちょっパンツは見させてくれ。あ、これじゃああれか、フードももう高いのずっと頼み続けりゃいいのか。あ、これでいいんだね。好きなのこれをやり続けるだけの生活ね、今からしばらくは。94万5000。おい、でもこれ初日にとんでもない好感度爆盛りしたから、これいきなりアフターとかないか、さすがに。あ、さすがにないのか。え、これちょっとさ、ラブカウンター買ってみたいな。どんぐらい増えたんだ。あ、もうなんかもう2日目からファースト購入する化け物出来上がってもうた。あー、もう全部買える、全部買える。あー、やばいやばいやばいこれが成金だー。いらっしゃいませ。今日個室で2人きりに寝れるというか。うわ、もうさらわれたまったの。のば、おい、すごいな、おい。それじゃ、こ、積極的すぎるな。仲良しさんになった人だけ特別に。お、2日目だぞ、まだ。やっぱり男は金なんだって、ハイト。残念ながら俺ハイトと一緒にこの子たちとさ、純愛を育んできたつもりだったんだけど、なんか何だったんだろうな、今までのは。いいの、いただきます。じゃあプレゼントも渡してボトル2本あげたらゲージ1増える。あれ？ってことは3ターンあれば、3日あれば好感度マックスまでいくってこと？パスあげる。はいと。あ？ちょっと待って。おい、名前忘れてんぞ、こっちに連れて行ってんのに。すげえゲームだなこれ。結局金なんだもんな。ありがとう。6まで行っちゃったよ。なんか今までの俺たちの努力は一体なんだ。なんやこのゲーム。アフターはまだないんだね。もう何なのって。おい、次で終わっちゃう。え、これさ、ギャンブルってさ、持ってるお金が多ければ多いほど賭け金増えるのかなと思ったけど、どうなんだろう。そういうわけではないのかな。100万ぐらい負けたりすんのかな、これ。もし負けるとして。勝っちゃった。あ、今思えばこれいない日もあるぞ。あら、いらっしゃいませ。リーちゃん、久しぶりやね。何飲む感じ？ね、何飲むと思う？あの、初対面なんですけど初対面なんだけど高級バッグあげちゃう、おじさん。なんで私が欲しいの知ってるんだろう。マジでありがとう。初対面だよね。なんで知ってんだろうね。普通に嬉しいし、めっちゃ大事にしよっと。ストーカーやでも完全に。ちょっと待って、可愛いんだけど。可愛いより怖がってくれ。なんか、え、マジで、え、何これ。俺さ、え、意味わかんないけど寝取られた気分なんだけど、これ何何この感情は。俺なんかもう、俺もう情緒がおかしくなっちゃったよ、りんちゃ ん、ね、俺今までめっちゃ頑張ってこの子たちと一緒に遊んで好感度必死に上げてたはずなのに、なんか自分で自分に寝取られてる気分。93万。これ初日アフターっていけないのかな。マジで楽しかった。俺も楽しかったね。あ、また行こうな。あれ、これもしかして次の日は、あ、ちょ、これ並べていい。おい、これちょ、並べてみるわ、みんなのプレゼント。ちょ、あ、くそ、トリプルパンツと並べたかったな。いらっしゃいませ。こんばんは、はじめまして。来てくれたんだね。今日も一緒にいっぱい楽しもうね。怖っ、なんか隣が。怖い。ちょっと羨ましいかも。おい、りんちゃん、接客中でしょ。ほら、お仕事に戻って。すごい、こんなのあるの。あのね、実は仲良しさんになった人だけ特別に別のお部屋に案内できるんだけど。ちょっと待て、
ちょっと待ってた、ちょっと待って、俺はそんな一人の女の子に一途になれない、今回は。うん、ごめんな。うん、そう、ここでお酒を飲もうな。うん、ちょっと待って、どうしたらいいんだこれこれはどうしたらいいんだ、俺はわからん。ちょっと待って、俺わかんない、俺わかんないよ。すまん、交代してきてくれるか。お客さんに呼ばれちゃ、うん、ごめんな。あ、そっちとかちゃんりんちゃん羨ましいって言ってたのに、これ二人の好感度並べたら両方から睨まれんのかな。まだ俺ら一言も会話を交わしてないんだけど、バラの花束あげるわ、きっしゃよかったらこれ受け取ってくれるかな、気に入ってくれるといいんだけどありがとう。あ、かわいい、久々だな、やっぱ俺この子が一番好きかもしれんなこれちょっと誰かやってみて。まだガールズバー俺も行ったことないけどさ、俺やんの怖いから、ガールズバー初めて行く人行って、初手で初めての人にバラの花束配ってきてや。あ、どうも、初めまして、初めまして初めまして初めましてとは思えないやり取りしたな、さっきな。おお、63万ですんだぞ、みんな今回安い。このゲーム怖いな、なんかさっき普通にほらほぼホラーゲームだったぞ、俺からしたら横にギュンって2日目やったのに。おわ今日は隣にミユカ来てくれないのかな。全員分のセリフ聞きたいね、これね、どうにかして。いらっしゃいませ。あれやべ、ミユカいない。あれ、このちょ、リンちゃんと殴り合いの喧嘩始まるって。接客中でしょ、ほらお仕事に戻って。この子たちの絡みって今思えば初めて見るな。何飲むの。ちょっと待って、でもこれちょっと待って、飲まない、俺飲まないから。私も俺飲まない、俺飲まない。おいえ、お客さんに呼ばれて。これちょっといい感じに調整するか。りんちゃん8のみゆか9にしたら、それぞれのやりとり聞けるってことだよね、これね。まあ、なんかわからんけど、高級バッグあげるわ。なんで私が欲しいの知ってるんだろう、ね、これ2個目じゃん。マジでありがとう。高級バッグ2個目だよね、これ。お名前忘れとるやないか。逆によく名前忘れられるな。見るけど、これは。いただきます。りんちゃん、かわいいな、やっぱり。美味しいよね。フルーツあげたらとんでもない量上がったぞ、今。はいちゃん、お化け大丈夫な人。それどころじゃ、もう俺がお化けみたいな存在やろ、これ。怖いやろ、俺のこと、もはや。63万か。ああ、5人だって、やばい。今日は充実だな。りんちゃんの、一緒に喋って、美味しいお酒も飲めた。これで一応りんちゃんの嫉妬心は一応多少減らせたんじゃない。いや、どんどん膨らむんかな、これ。だってさ、多分だけど好感度が一番高い子がさ、一番最初お出迎えしてくれるんだよ、これ。また次行った時さ、そうだよね。いらっしゃいませ。あ、やばい、両脇にいる。これどうなんの。私に会いに来てくれたのかな本当にそうだったら嬉しい。おい、地獄だこれ怖い怖いよ。こう笑ってないもんだって、両端が。ミユカまだ2しかないぞ、嫉妬すんなってこの状況で。はいちゃん、今日は私とも。おー、すごい。浮気浮気って言われた二人とも接客中でしょ。へえ。お仕事に戻って。へえ。あ、すごい。お前ずっと個室、一生個室連れてこうとする。今個室行かない。さあ、どっちと交代するのか、ちょ、かなちゃんが決めなさい。これはもう好きな方。お客さんに呼ばれちゃったから、これ美由香に行かないと逆転されるぞ、ちなみに。おお分かっておる、こいつ理解してるな、好感度を。ネックレスあげよう。似合いそう、ネックレスとか。ミユカ普通に嬉しいと思ってしまった。どうしたの。首になった人名前忘れてる浮気とか言ってたくせして名前忘れよる、名前なんだっけさっきまでやりとり何やったんか。ほんなら神田ハイトです。ハイト、そう、そう、ハイトです。ハイト、ハイト、ゆけちゃんに会いに来てよ。さあ、ということで63万支払って4まで一応上げたかな。ちょ、最初にちょっとかなちん上げすぎたな。りんちゃんとみゆかが大差つけられとる。楽しい。これ何、アフター
アフって何これ、どうなんの、なんかわかんないんだけど怖い。これどう、何エンドに行き着くのこれ。バッタエンドあんのかなこのゲーム。なんか昇級してるし。今日もかなさん、あ、おミユカ単体来た。来てくれたんだね。今日も一緒にいっぱい楽しもうね。こんな笑顔で今日もいっぱい楽しもうねって言ってる横で、ハイト、お、今日は私と喋れる。おお、ミユカちゃん接客中でしょ、ほらお仕事に戻って。何飲むの。おもろいこれ。私も何飲む。おもろいけど、なんだこの感覚。お客さんに呼ばれちゃったから。このゲーム以外で味わえない感覚を味わってる今。俺人生で初めて今この感覚を味わう。めちゃめちゃ笑顔。嬉しい。やべえ逆転しちゃった。お手で取ってくる。リンちゃんが一番下になっちまったよ。なんならこれで追いつき、いやまあ追いつきはしないか、ギリ。それは悲しいね。もう何の話をしてたか分かんないけど悲しいね。うん、オッケー。さて、え、これどう、これどうなる。まだ多分かなちんが接客。え、でもかなちんがいるか分かんないんだよな。あ、いるな。これ BGM で分かるんだよね、最初誰が接客してくれるか。これかなちんの BGM だから、かなちんの。いらっしゃいませ。はい、どうなる、両脇にズン。入れ替わった。どうしよう、ハイト君の顔を見ただけで笑顔になっちゃう。そんな話をしてるよこれ。ハイちゃん、今日は私とも浮気。あ、もうずっとこれ言われるんだ俺これから先。二人とも接客中でしょ。でもこっから立場逆転するぞ。お仕事に戻って。あのね、実は仲良しさんに。ごめん、個室にはいけない。マジ、あー、ほっちゃった、やばい、逆転した。ボトルとリンちゃんが一番になっちまったよ。はい、63万。あれ、これワンチャンアフターじゃね。あ、ないんだ。アフター行かないね君たち。今日はマジで楽しかった。こんなに奪い合ってんのに。また一緒にお酒飲みながら喋れるの楽しみにしてるからね。アフターのお誘いだ。え、これ全員で旅行行くとかあんのか。3人で旅行行く。いや、ええー、いや、それはないか、さすがに。え、怖っ。行っていいかな。今リンちゃんが迎えてくれるはず。あ、リンちゃんの BGM だ。あ、うわ、いらっしゃいませ。二人ともいる。どうなのこれ。待ってたよ。ずっと会いたいって思ってたんだから。さっきまでずっと個室、一番最初にお迎えして個室に行こうって言ってた女の子が逆転されて無の表情になってる。ハイト君と。いいなあ。シンプルな嫉妬だ。ハイト、お、今日は私と喋れる。浮気じゃなくなった。二人とも接客中じゃん、仕事に戻って。優越感半端ないやろな。何飲む感じ。でもリンちゃんごめん、私も行ってる。ごめんリンちゃん、あげれないんだリンちゃんには。お客さんが呼んでるみたいだから行ってくる。じゃあミユカと変わってくんね。あ、そうそうそう。じゃあ次はミユカのターンね。趣味、うん、オッケー。うえー、チェキ撮影。いや、ちょっと待って、俺ごめん、俺今回はみんな平等に接しようかなと思ってるから。やった、おお最高や。なんならこれアフターも行こうってなりそうだけどな。どうなんだろう。あー、ならない、アフターも行かないんだね。なんか裏で話し合って決めてたりすんのかな。アフターだけは絶対に行かないようにしようなみたいな、ちゃんと店の中だけで勝負しようみたいな話はしてんのかなこれ。あー、ミユカになっちゃった。あー、今度はミユカの出番だ。認める、嬉しいよ。ハイトの顔見ると嬉しくなる。はい、ハイト君、今日は私ともおしゃべりできるのかな。めっちゃ嫉妬してる。いや、わかんない、ミユカの機嫌次第ではある。ミユカの機嫌次第でカナチンと変わるよ。いいなあ、私も一緒に。二人とも接客中、仕事に戻らないと。優越感だね。別の部屋で二人きりになれる。退けた後に二名の猛者を退けた後に二人きりになろうとしている。特別な、いやでも一緒に行きたいな。ちょ、いや俺な、やっぱミユカが一番好きなんだけど。いやごめん、マジで苦渋の説。あごめん、わかった、ごめん。そういう気分の時もごめんあるよね。いやでもチェキを取ったのは今のところミユカだけだから安心してくれ。
でもミュウカにはドリンクは買わない。お客さんが呼んでるみたい。ちょっと行ってくる。オンオフすげえな、プロやなお前。それならまた今度だね。なんかカナチンが一番不遇に感じてきたな。一番最初に仲良くなって、一番最初にこの店に案内して、一番最初におで、あ、うわ、今日はもう、もしよければ一番最初にアフターに誘っている。行かない。あ、待って、アフターは行かないといかんかったかも。これ誕生日、これ3人分の誕生日いけるのかな。そっか、うん、それなら大丈夫だよ。へえ。ごめんね、わがまま言っちゃって。アフター断ったらこうなるんだね。俺初めて断ったわ、ちなみに。今日はすごく楽しませてもらったよ。でもちゃんとお見送りもしてくれるんだ、いい子やで。さて、2人横並びになってリンちゃんだけ一歩後ろに引いてる状態だけど、これどうなんの。ちなみに3人ともいないと意味ないよな、こうなったら。さて、どうなる。2人横並びだったが、あ、こう結局こうなるのか。どうしよう、笑顔になっちゃうね。ちょっと羨ましいかも。ずるい。お、ずるいが出た。あれ、これ好感度によってセリフも変わんのかな。2人とも接客中でしょ。高みの見物かなちん、戻って。あのね、いや、ちょっと待って、ごめん、全部断ってる。すごい。逆によく誘えるな、こんだけ断られといて。いらっしゃいませ。あ、またかわいそうに。あ、でもミウカが名指しで誰かのこと言うの初めてかも。会いたかったから、嬉しい。会えただけで幸せかも。はい、じゃあ今日は私とも。一人だけ好感度追いついてないもんな。リン、お仕事中でしょ。仕事に戻って。お姉ちゃんの貫禄。今日は昨日リンちゃんに申し訳ないことしたから、もう三つ目の声切れば。これ多分リンちゃん、これリンちゃん、なんで私が欲しいの知ってるんだろう。マジでありがとう。三つ目だよね。普通に嬉しいし、めっちゃ大事にしよった。絶対質屋かメルカリで売ってるよね、これカバン。よし、ということで、え、これどうしようかな。まあ、一回終わるか。全員並べてみた。これどうなるんだろう。変わんのかな、なんか。変わんなかったら、まあみんなとアフター行きまくるか。え、これ全員の誕生日行けんのかな。どうなんだろう。いらっしゃいませ。忍者が迎えるんだ。はい、修羅場です。待ってたよ。ずっと会いたいって思ってたんだから。ずっと会いたいって思ってたんだから。ハイト君、ごめん、ずるい、ごめん。二人とも接客中じゃん、仕事に戻って。優しく注意する感じね。リンちゃんは弟と妹にあんまり強く怒れないって言ってたもんな。ハイちゃん、今個室が、でも行っちゃうか、行っちゃおうか、ほな。え、じゃあこれ多分横並びにしてもあんま変わんないっぽいから、全員マックスまで上げるか、ここ。何飲むか。マジで成り金みたいな遊び方してる。お父さんとお母さんが A 型。知らん。これまあアフター行くように頑張るか。ちょっとアフターあるかな。あ、アフターある。行くか。あとはひたすらにみんなとイチャイチャするだけか、これ。いらっしゃいませ。お、もうずっとリンちゃんが席取ってるよ。私に会いに来てくれたんだよね。ありがとう。本当嬉しい。ボトルで殴り合いすんねん、お前ら。ハイト君と。いいな。なんだこれ。なんだこの状況。なに、マジで成金の遊びしてるやん、俺。やばいって今これ。カナ、接客中じゃない？仕事に戻んないとじゃん。怖い。ごめんな、リンちゃん。私も。飲めない君とお酒は。お客さんが呼んでるみ。カナチンと飲む、今日は。で。わからんわからん、もう何でも。嬉しい。何飲むの。最低すぎる。でもお金は出すから許してください。はい、許された。完璧。アフターあるかな。あ、行こうか、アフター。行こう行こう。泣いたね。うわっ。ちょっと待って、なんか飛ばしすぎてない。ニュって開いてきた。何が起きた今。回復が。ちょっと待って、楽しかったけど。え、何。あ、バースデーの招待券もらえた。ありがとうございます。うんうん、さて帰ろうね。あれあれ、早っ。もうもらえたんだけど。だから結構何回か行かなきゃダメなのかなと思ったんだが、
1回目のアフターでバースデーチケットもらえたショップ、ああ、ちょ、全員のあれパンツ並ばないのこれ俺はパンツを並べたいのに。さてアフターある？あ、アフターだー。あれこれ初アフターだよね、みゆかと行くの。はい、ということで、え、これもしかしてもらえるのかな、バースデーの。あ、楽しかった楽しかった。うん、じゃあ、あ、あれもらえないあれあれ、なんで俺かなちんからもらえたんだバースデーチケット。バグか、あ、やべえ、みんな水着があるぞ、水着。うわ、パンツパンツパンツ、こんなにグッズ買った。楽しかったね。だよね。お、そうだ、お、来た、忘れちゃうところだ。はい、これ、はい、ということでバースデーチケットりんちゃん編ゲット。あとみゆかだけだ。うん、私のバースデー俺やばいことしてる気がしてきた。なんか大丈夫かな、え、怖いんだけど、刺されないよねこれ。俺バチ当たんねえよなこれ。この5000万円実は幻覚でしたみたいなオチないよな。うわ物騒すぎるこれは何に使ったんやりんちゃん。ハイトちゃん、私どう？どう？どうっていうのは？おっぱい好き？私の。こんな会話あったっけ？好き。好きなんだ。ハイトちゃん、エッチ。自信ない。おお。実は。おお。実はね。おお、そうなんだ。言わないけど。自信ある。え、なかったよねこんなか。お、ごめん、もう俺のセリフとおっぱいかぶっちった。ちょ、頑張って俺のみんなどうにかして俺の声だけ排除してくれ、脳内で保管してくれ。でもキャストの中では一番小さい。あ、そうなんだ嘘、悔しい。これでかなちん89って聞いたけど、いや立派だよ立派だって。ハイトちゃん、好き。立派って言った。ありがとう。やっぱみゆかが俺一番好きだ。ねえねえ。何？お、ゲームするか。お前Tゲーム？どんだけTゲームしたがんねん。ずっとTゲームやってる。カットしてるか知らんけど、これ3回目やぞ、お前とTゲームすんの。ハイト。はあ、楽しかったよ。よかった。お、あ、来たー。一応、これ。一応なんだ。ありがとう。バースデーチケット揃っちゃった。3つのバースデーチケットがトライフォース揃っちまったよ。私のバースデー、行く行く行く、あー、行く行く。ちょっと待って、これどう、あ、いや、まあでも、あ、関係ないか。え、これちょっと待って、水着代の時どうしたらいいの。全員とぐるぐる回って飲めばいいのか。ずっと終わりっと、どうかな。おい、ずっともの写真ちゃう、これは。今思えば全員と旅行行くチャンスを勝ち取らなあかんやないかい。これ忘れてたわ、旅行行くの。みんなとアフター行きまくる、うおとにかくアフター行きまくらないかな。うわ、水着ねえだ今日。お水着でも来るんだ。おー、すごいね。二度と見れないよこんな光景、生きてたら死ぬ間際にしか見れへん光景やで、こんな。ここ倒れるんだこれこれはうわ、気まずいって言われてる。うわうわー、すごい。これ多分みんなの好感度が上がってるからかな。お、あれ、アフター15000だ。これ多分5万にもアフター行かないとあれにならないんだよな。うわー、ようやく酔いが覚めてきたよ。もう大丈夫、みんな来ちゃった。さっきはちょっと飲みすぎちゃったみたい。かなちんと来るの初だな。もう泳いだ後なんだ。あはは、じゃないよ。かなちゃんが水かけまくってきたからでしょ。だってナイトプールって
泳ぐって感じじゃないんでしょ。だから水の掛け合いとかで楽しむのかなって。なるほどね。どこで掛け合ったの水これなんか浅瀬プールみたいなのかな。掛け合う専用の足湯ぐらいの高さのさ掛け合いになってないよ。俺掛けてないもん。だってせっかくハイト君のために髪をセットしてるんだよ。かわいい。それがダメになっちゃうのはハイト君だって嫌だろうなって。確かにずるいな。ほらほら機嫌を直して。ご褒美に私の水着姿を見ていいから。じー機嫌直った。ダメだよ見ていいって言ったけどちょっとだけしかダメ。あんまり見られると恥ずかしくなってきちゃうし。お腹は見ちゃダメだからね。あとお尻もダメ。というかお尻はやっぱりダメ。後ろ向いて。恥ずかしいからもう見ないね。めちゃめちゃ引き締まってるけどなお腹。花ちんスタイルいいんだからね。もっと自信持てばいいのに。スタイルいいのかな。これで良くなかったらもう。私より素敵なスタイルの人なんてたくさんいるし。街行く人全員からビンタされんぞ。かなちに負けないくらい素敵だよ。 ありがとう少しだけ自信がついたかも。いいな。さてプールの後の疲労感って気持ちいいよね。あ、分かる。そう楽しかったな。死ぬほど寝れるよな。ハイト君もナイトプール楽しめたかな。まあまあまあ初めてにしては楽しかったよ。景色が良かったからね。また二人で行きたいね。その時は今よりもスタイルを良くしておかないと。これ以上にがっつり泳いだわけじゃないけど今日はぐっすり眠れそうね、うん、私も。あー解散か。あ旅行全然旅行行けるけど。おいやばい。お金いやまあまあ足り余裕で足りるか。ねえ。おっ来たー高級アフター。多分これで、はい、さて今日はどうだろう。これで旅行に誘う。 あ来た。あこれは私のわがままなんだけど。はい、ということで例えば旅行カナチンとの旅行ゲット。これ全員全部の旅行並ぶんからあれアフター行け。これ全員と旅行行くのちょっと厳しいかもしれん。ちなみにカレンダー的に、あ、来週か。日数が足りない。多分これ無理だな。さてとアフターは行きませんか。あ、来た。これどこ行く。ちなみにおーあれよワンチャンある。まだギリ間に合うぞ。今日はまだ誕生日じゃないよね。そうだよね。2日間旅行使っちゃうからこのバースである週はいけないの。だからここと残されてるのがこことこことここなんだけど、ここで旅行行っちゃうとここ多分ねバッドエンドになるから、こことここしかないねん。こことこことここしかないねん旅行行ける。だから今日旅行券をミユカの旅行券今日勝ち取らんと罪です。頼むミユカ。体を動かす手押し相撲は俺の勝ちだったな。アフターイコーナー。とりあえず今日はバースで行くんだけど、え、これどうなの。さすがに他の二人は今日は私ととかないよね。いらっしゃいませ。とんでもないぞそれやりだしたら来てくれたんだね。どんな気持ちで来てるの。一緒にいっぱい楽しもうね。どんな気持ちで両脇にいるの今。はいちゃん今日は私ともこの頃大丈夫だよね。はいと今日は私と喋れる。ぶち切れていいぞかなちん。二人とも接客中でしょ。優しい。この時間が終わっちゃうのが、あ、少し寂しくなっちゃって。今思えばこれ全員とおい、これやばい。マジで浮気やないか。ちょっとだけ幸せ延長しようよっつってかなちゃんと行きたい場所があるんだって全員と行くの同じ場所に。はいとやってることやばいよお前。おいお前ガチの浮気や。これに関してはこんなに全員の女と全員の女のバースデーで全員と同じ場所に来るこいつシンプルにカスやん。ちょっと今日はじゃあちょかなちんと行っとこうか。はい楽しかったね。よしまあおのおののね、旅行シーンが見たい人はおのおののルートちゃんと俺も全部プレイして動画にも出してるんでそっちを見てくれたらなと思います。よしさあ今日は勝負の日。ちょっと待てよ。え今日ミユ、あえ違う、そっかミユカだけか。あと俺まだ解放してないの。あそれはさておきミユカ、そんなことはどうでもええねん。じゃあアフター行こう。
5万のアフター。あーやばい、これいけないかも。みんなと旅行終わっちゃう、俺の人生。お、はい、あーさすがに迎えてくれるんだね、よかった。ずっと待ってた、会いたかったから。可愛い、嬉しい。お、やっぱ好きこの子。会えただけで幸せかも。セリフ読むの遅すぎ。ハイト君といいな。お前先々週超イチャついたやろが。旅行も行ったぞお前は。本当にハイトと出会えてよかった。こんなことしながら先週このこと旅行に行って婚欲使ってきた俺も同じ気持ち。何がじゃい。でも締めみたいな雰囲気になってるけど、もしよかったらこのもう少し俺に付き合ってくれないかな。どこ行くんやろね。こんなに綺麗な街だったんだ。2番目やぞミユカ。いいんか。かわいいミユカ。はい、ということで2人目の最高のアフターを終わらせて、今日が勝負、今日が勝負の日です。さて楽しかったな。そろそろじゃ頼むミユカ、アフター行こう。5万払う。今日はすごく楽しかった。行けなかった全員と旅行。ハイト君と一緒に美味しい。俺は一番ミユカが好きなのに、そのミユカが俺に乗ってくれない。悲しいよおいら。今日はバースデー。なんか美女の過剰摂取で疲れてきた俺。もうお前は帰れ、お前帰れ。君今日は私と喋れる。喋るくれた、アフター行け。お前はここからだと街が一望できちゃう感じだ。もう最低だ俺は。何違う、これ俺リンちゃん、ここのムービーだとリンちゃんが一番可愛いと思うんだよな。一枚はリンちゃんがなんだかんだ一番可愛い。さて殺されるんかなこれ。この後はい、旅行行くよ。散歩行くよみたいな。犬の散歩行く感じで旅行行っとる今。はい、ただいまー。はい、ということでりんちゃんとの旅行も終わって、わかりやすく浮気になってる。未解放、ちょ頼むみゆか。ちょ、これみゆかいるかな。なんかいなさそうで怖い。みゆかいるよね。いらっしゃいませ。今日も私に会いに来てくれたのかな。なんでなちょっと羨ましい。ミユカ、何飲むの。振られたみたいになってるミユカに。もう俺何も飲まない。もうお菓子俺だけ飲んで帰る。お菓子俺だけ飲んで帰る。帰らせてくれリンちゃん。ちゃん違う、キュー知らん。ミユカに聞いてくれ。チューしたミユカだけや今まで。帰れもう。あーし、今日はいるだろうな。行くぞ。ああ、もうなんか疲れた。よし、全員だな。よし、いるな、ミユカ。今日も私に会いに来てくれた。ミユカに会いに来たんだよ、今日は。ミユカ、飲むぞ。今日も朝まで飲むぞ。朝まで飲んで、その後アフター行くぞ。ハードスケジュールすぎる。お金があれば、愛が全てだと思うよ。はい、ああ。愛を捨てたと。こんな金に物を言わしてるやつが何を語っとんねん。ボトル取っといで。ちょ、見納めパンツなこれで。よし、よし、はい、みゆかちゃん行くぞ。アフター、いつの間にか61万か。安いな今日。ごめんハイちゃん、ちょっと待って。何、一人だけベロベロだけど。何、あのねハイト君、はい、この後って時間あったりしないかな。トリプルアフター。少し話したいことがある。これ俺今から海に沈められる。もしかするとみんなで一緒にどこかに行くってこと。珍しいね。どうしたのさ。理由とか今はいいじゃん。こんな美女3人に誘われてるんだよ。そうだね。うん、ハイトみたいなものが断ったら、うん、罰が当たる。これ言って大丈夫なやつ。ハイト君どうかな。これこと、もう少しだけ私たちと一緒に過ごさない。これ断ることもできるんだ。え、ちょっと断ったらどういう反応するのか見てみたいな。ごめん無理だけど。そっか、でもハイトの都合もある。みんながすっごく残念だけど。ちょっとほっとしたの。それじゃなんで。
りようとしてたの今。なんでリチャホッとしたの。ごめんハイちゃん、ちょっと待って。はい、ということで戻ってきました。なんか酔ってるけどベロベロなんかもう想像してくれ何があったかは。ベロベロに酔ってるけどこの子。ああ行こうか。理由とこれマジで東京湾に沈められるんかもしれんこれ。この後うわ怖え、なんだこのポーズ。何この何このいびつな形の3人組。信号機やんよ、見たらこれ赤青白。いいよ、みんなでどこかに行こうか。ありがとうハイト君。なら準備してくるから少し待ってて。何持ってくんの。大量の重機関銃持ってこんといてや。やばい。え、嬉しいけどドキドキしてきた。何すんの何するつもり自分ら。みんな私服。おお絶景。え、ようやく酔いが覚めてきたよ。お前一人酔っ払っとんねん。この BGM 流れるんだ。こうやってでみんなと出かけるのは初めてだね。なんかテテさんどうした。リーちゃん、何リーちゃん。リーちゃん、何どうしたリーちゃん。何これ、みんな真剣な顔して何。なんだこの珍しい光景。マジで刺される前触れしか見えないんだけど。あれ、みんなそんなに盛り上がってない。どうしたの、なんかあった。あのね、ハイト君、うん、私たち3人で話し合ったの。はい、うん、でこれしかないかなって結論出た。都合よく後ろに海があるけど。常識からは逸脱してる、うん、そうだね、かもしれない。はい、でもこれが一番平和的な方法。ハイトを東京湾に沈めること。何の話か見えないんだけど。ハイト君、私あなたのことが好き。おお、ハイちゃん、うわ大好きだよ。世界で一番大好き。やばこれ。ハイト、愛してる。カルチャリちゃん、みんなが俺に告白してきた。夢か、夢だよねこれ。いや夢じゃないけど、俺こんな頑張ってこの子たちから告白されたのに、なんだこれ。やっぱ金なんか世の中。でも待て、俺選べんのがこの中からたった一人よ。安心して、そんな残酷なことハイト君にさせないよ。ハイちゃん優しいからね。3人から告白されたらすっごく苦しむだろうなって。なだからみんなで話し合ってくれたんだ。苦しむハイト見たくない。あ、そうなの。私たちはハイトが幸せでいてくれることを願ってるんだから。本当に。でもそれじゃあ私たち3人全員と付き合って。これ待って、断れんのこれ。3人全員と。ちょっと待てよ、そんなこと。私たちはもう話し合ってお互いに了承済みだよ。みんな同じ職場で働いてんのに。カナもミュウカも大切な友達だから、自分だけが幸せになるのも違うかなってね。やば、みんな一緒ならみんな幸せ。本当に、みんな笑顔。本当か、いつまで続くんその幸せ。だからハイト君、はい、私たちと付き合ってください。いや、さすがに常識的ねえだろそれは。みんなの気持ちは嬉しかったけど、3人同時にみんなと等しく向き合える自信俺にはねえや。そっか、うん、そうだよね。なんとなくそんな気はしてた。ハイちゃん優しいんだもん。普通ならこんな非常識な提案無視される。でもハイとは真剣に考えてくれた、うん、その気持ちが嬉しい。うん、さすが私たちが好きになった人だね。うん、これからもバニーガーデンでよろしくな。よし、切り替えていくよ。切り替えるのか。じゃあ何か美味しいものでも食べに行こっか。俺も連れててくれるのそれは。でも入っては来ちゃダメ。ダメなの。うんうん、私たちだけ。失恋の傷、そうだお互いに癒そうね。そっか、じゃあね、はいちゃん、バイバイ。やっぱりもったいなかったかな。何の料金これ。何代の15,000円よ。
今日のアフターは楽しかったな。また一緒にアフター行け。サイコパスすぎる。行けんの？ちなみにどんな顔、どんな面下げて行ってんこいつ。どいらっしゃいませ。ど相手してくれんのこれ。来てくれたんだ、ありがとう。嘘だろ。何飲むの？嘘だろ。おい、カラちゃん。私も何？カラチン。カラチン。いいの？ありが。ありが。カラチン。おカラチンだ。いただきます。どこで確認して。愛してる。それは刺激が強すぎるよ。何これ？嘘だ。なんだこれ。怖いこの世界。付き合ってください。あ、夢か。あぶね、それかあまりの光景に意識飛んでたわ。付き合おうか。うわっ何こ、なんでこんな満面の笑みになれんの君たち。しかも BGM 変わんねえし。カナちゃん、レイちゃん、ミユカちゃん。じゃあ早速いろいろと決めていかないとね。何を？はい、私、ハイトの食事担当する。そうか、得意だったもんね。たくさん食べてもらう。これ何担当まであるんですか、ちなみに。ミユカ料理得意だもんね。あ、じゃあ料理のお世話はミユカで依存なし。はい、私は部屋のお掃除の担当しようかな。あ、そうなんですか。得意だし。そうです。引っ越さないとでも3000万あるし、なんとでもなるわ。じゃあ私はハイちゃんがお風呂入るとき背中を流す係。お願いします。待ってリン、それじゃんけんで決めるって話あったはず。あ、そうなんだ。じゃあリンちゃんだけ仕事ないね今のところ。そうだよ、抜け駆けはダメだよ。あ、でも寝るとき私はハイト君の右側がいい。そうなんだ。じゃあとりあえずリン、右の腕枕予約。とりあえずリンちゃんはこれからもバニーガーデンで働いてくれ。この二人はちょっと家事とかいろいろやってもらうから。じゃあ私は左の腕枕を予約。上を予約。上？ハイトの。上って何よミユカ。上がありなら私も上がいい。もう三段重ねになるってこれ。残念、もう予約した。三人で上に出しかかられるかもしれない。喧嘩しちゃダメだね。やっぱりみんなでちゃんとじっくり話し合って決めていこう。だってみんなもハイト君なんだから。ハイト一言も喋ってない、ここまで。この絵になってからハイト一言も喋ってないね。ハイト君、ハイト君、俺は今天国にいるかもしれない。あー、ちょっとこれエンディングオファーあるのかな。なんでよこのゲーム。あー、一番幸せなエンディング。おい、萌香どうすんだよこれ。萌香複雑すぎるやろ。だってさ、二人暮らししてんでしょ萌香と。ミユカ、萌香のことどうしてんの。どうするつもりなん。萌香とも一緒に4人暮らししなきゃいけなくなるよこれ。どうすんのお姉ちゃんが。ハイタの上で寝っ転がってる姿見て萌香性格いがちまうよ。せっかくお姉ちゃんみたいな人になりたいっつって小学校のなんか発表とかで言ってくれてたのに、お姉ちゃんはパーフェクトで、お姉ちゃんはスタイルが良くて料理もできて仕事もできてかっこよくて可愛くてみたいな言ってたのに。でもお姉ちゃんが3人になるだけか。はい、おお。はいちゃん、おいしい？カレー食ってる。お前らも食わんかい。美味しいよ、とっても。よかった。そうだ、あいちゃん、いっぱい食べて体力つけてね。なんでかな、すごい、みんなが笑顔や。明日は私のおたかつに付き合ってもらうんだから。そうなんだ。いろんなとこ、一緒にたくさん行こうね。そうだね。でもみゆかとちぶちゃんまだ旅行行ってないからさ、一回みゆかと1対1で旅行行かしてくんない。うん、楽しみだね、りんちゃん。ほら、りんちゃんじゃないでしょ。それはお店だけ。みんなの名前ルリカって呼んでくれなきゃやだ。はいはいはい、オッケーオッケー。私は大森ルリカなんだから。そうだね、ルリカだったね。ごめんごめん、楽しみだねルリカ。ハイト、
おかわりいる？あ、いるいるいる、もちろん。みゆけちゃんの料理最高だからね。みゆか、あ、そう、みゆかちゃんじゃなかったね、ごめんごめんごめん。あ、そうだね、みみうら、あ、そう、かおる、みはねかおるね、みはねかおる、かおるの料理は最高だよ。よろしい。はい、あさっての萌香と遊ぶ約束。ああ、いや、大丈夫大丈夫大丈夫、うん、オッケーオッケー。すっごく楽しみにしてるから。これ萌香一人暮らししてんのこれ。どこにいるの萌香。大丈夫だよ、萌香ちゃんが心配になってきた。ありがとう。ハイト君、私の舞台を見に来てくれる約束も覚えてるよね。そんな結構先の未来の話なんだねこれ。そうなんだ。もう一応舞台女優としては頑張ってんだね。もちろんだよ、かなちゃんじゃない、そうだね、立花なおだね、うん。でも正直まだみんなを本名で呼ぶの慣れないな、ずっとお店の名前で呼んでたから。ダメ、はい、早く慣れて、はい、もうお店以外でもこうして一緒にいられるんだから。はい、なおが一番慣れないかもしれんな、他の子たちはちょっと呼び名かぶってたけどさ。さて、食事も終わったし、そろそろ寝る。何時今これ。真っ昼。いや、お前何階層の家に住んでんの、とんでもない場所に暮らしてんの。今日はどうしようか。どうしようか。寝る前にお風呂。うん、そっちが先。そうそうですね。お風呂。お風呂。喧嘩するのは良くないから。ああ。またみんな一緒に。なるほど。私はそれでいいけど、ハイト君が大丈夫かな。どうするハイト。どうするハイト。大丈夫。優しくする。あ、じゃあ、じゃあそのそういう方向で、こっちの意見は聞いてくんないんだ。寝る時もみんなで仲良く、ね、みんなでね、はい、なんて幸せなんだ。それは私たちも同じ、好きだよハイト君、愛してるよハイちゃん、大好き。溺れちゃうよみんな、ハイト溺れちゃう、そんな言われたら。誰も傷つけないいいエンディングでした。フィン。バニーガーデン。ハーレムエンド。ハーレムルートのハッピーエンドを見た。もしかしてバニーガーデンのトロフィー全コンプした？俺。今までのスチームゲーで多分バニーガーデンのトロフィー獲得。え？ん？こんな実績。